はい、おはようございます。といってもめちゃくちゃ早いです。朝の6時。寝られなくてね、会社に出てきちゃったんですよ。うん、別にあの YouTube 録音してたわけじゃないんですけど。昨日、そう、ゲゲゲの鬼太郎で2つ目のリクエストがありまして、これが傘がない。ない、陽水さん。どういう脈絡があるのかわからないんですけども、しかもフルコーラスっていうことはちょっと譜面がですね、残念ながらなくて、ワンコーラスハーフ、陽水さんなんかライブでそういうなんか弾き語りでやるときはやっぱり間が持たないんでしょうね。そういうことじゃないのかな。勝手なこと言って陽水ファンはまた怒らせるっていうね。前にかなり陽水さんをネタにしたギャグをやりまして、かなり叩かれました。はい、正直言って僕はファンなんですけどね、大好きなんですけどね、拓郎さんの次に好きなのが陽水さんね、プロフィールにも書いてありますけど、いいじゃないですか、いじったってな、大人げないよつってね悪いかいじってねえ、陽水さんってだってあれじゃないですか、いじりどころ満載な人じゃないですか。ああやめとこ、この辺で。さて、傘がないね、この曲も古いですよね。ちょっとやってみたいと思います。
もう陽水さん大好き。この歌本当にこう衝撃的でしたよね。あ、まあそういうことで、リクエストありがとうございました。井上陽水さんの傘がない出していただきました。ではまた。